これなのか。なるほどね。はい。オッケー。はい。はいよ。お猿さんと同じ動きですね。なんとかなった。あぶねえ。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。ニオ2完全初見実況攻略、本日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ニオ2を初見で攻略しております。でですね、本編の方はついに、先日クリアさせていただいて、ついに DLC 第1弾が来てね、遅らせながら、私も参戦していきたいと思いますので、どうぞ皆さん、今日からよろしくお願いいたします。でですね、まずはステータスの確認からいきたいと思います。ステータスはこのようになっております。まあ、あのね、戦魂と呼ばれるトンファーと、ナギトウカマと呼ばれるナギナタカマを愛用しております。でね、主人公の方は、ダークソウルが好きで、ダークソウル2ヒロイン、ルカティエルというキャラを作ってやっております。よかったら皆さん、ルカちゃんとお呼びください。でね、ついに DLC 第1弾、牛若戦記というものが来たので、それをやっていきたいのですが、まずはね、装備の方のちょっと確認から。でね、戦魂が仕込み戦魂というのを最後ね、本編の方では手に入れたんですが、まあ、いわゆるこの神器って呼ばれるもの、神器ですかねって呼ばれるもので仕込み線香を手に入れたいので、忍びの線香というものを持っております。で、もう一つ、これはですね、仕込み根っていうね、新しい武器がね、どうやらこれ、まあすごく、僕のね、ステータスと、まあそこそこ相性がいいみたいで、呪いというステータスを上げると攻撃力が上がるみたいで、まあ、なぎとうかまの代わりにこの仕込み根を今日は持っていきたいと思います。でもね、ゆくゆくはね、もしかしたら仕込み根となぎとうかまにするか、仕込みコンと先行ですが、でもコンコンなんだよね。ちょっとコンコンだから悩んでるところもあります。はい。で、新規で実はね、ちょっとね、揃えられるものは揃えておきました。この状態から、まずはスタートしていきたいと思います。それでは、絵巻って何これ？なんか増えたね。絵巻って何だろうこれ。あ、これ何これ？なんかこれ装備できんのこれ。あ、でもなんか今はできないっぽいですね。なるほど。絵巻は何なのか。絵巻発見者って書いてありますね。これ何だろう。はあ、まあまあいいとして、じゃあやっていきましょう。それじゃあ、牛若戦記、いきます。初見です。スタート。いやー、楽しみだね。皆さん、久しぶりです。またね、まあ、アドバイスとかね、コメント、お気軽にお待ちしております。ね、初見でやるんでね、ぐだぐだすることも。将兵、綿海戦と欲するも、にわかに暴風を送り、多くの船破損す。追悼のしたる、義経、風量の難を逃るべきからず、あの子とこの子も、最近仲良し、ちょっと待って。来ました。おお、またこいつはいいのか。猫とヤギ。じいさん、じいさん。いますね。これはおー、楽しみだね。楽しみにしてたんですよ。最近、対馬をちょっとやってて、ね、ずっとちょっとね、仁王はお休みしてましたが。笛だね。また笛なんか最近、笛に絡むことが多いな。なんなん笛が多いね。ソハヤの剣。なんか笛と、なんか僕はあれかもしれませんね。ちょっとこう、深い縁があるのかもしれませんね。おお、なんだイケメン、かっちょいい。義経。うわぁ、なんかちょっと、すごいなぁ。なんかもう、余裕ですみたいなね。ソハヤの剣ってこんな風に戦っていいの？人と。うわ、なんか強そうだぞ。ニオウツ。牛若戦記。いや、いいですね。かっこいいね。でもなんかちょっとかっこいいけど、ちょっとなんかあれだな。キザっぽかったな。はい。ほんじゃやっていきましょうか。メインミッション。ホグ。笛越え。ひどいですね。もうね。漢字が読めないんでね。まあ、いきなり行ってみましょう。まあ、まずはね。驚きましたな。ありふれた社に見えたが、時を超えてしまうとは、あの笛の音、わしらを誘っておったのやもしれませんの。
戦の火種がないか見守る旅は無名に任せ、我らはひとまずこの海辺を探ってみるばすばりまじまに。お主の曽早丸の輝き、それが大きな手がかりとなろう。ま、安心するのじゃ。わしと猫股がついておるようやにまさませ。すいませんね、初めて見た方、よろしくお願いします。よかったらね、仲良くしてください。まあ、マイペースなんですよね。すごくマイペースでございます。行きましょう。敵がね、強いんだろうね、多分ね。でね、ちょっとね、仕込みコンはまだね、全然まだ分かってないです。で、なんで仕込みコンをそう、なぜ持ってるのかと、そういうお話からしていきたいと思います。まず仕込みコンを手に入れた理由はですね、この牛若戦記の場所が分からず、ですね、いろんなミッションを僕は実はね、隠れて潰してしまいました。牛若戦記はどこから行くんだろうと。まずそこからになってくるんですけど、牛若戦記の行き方が分からなくて、僕は、ちょっと待って、技がこういう感じでね、上段がね強いっぽいんですが、まだまだ全然ねちょっと分かってないので、まあ五伝授いただくと、そのねその道中で手に入れました。なので本当はここでね、おマジか仕込み婚いいじゃんみたいなリアクションでやっていきたかったんですが、これが強いと見たけどそんなに強くないですね、まだまだだね。はい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 、まあなんとかなりますね、なんとか分かるんですが、やりたいことはね分かるんですけど、まだねちょっと分かってないことが多いんですよね、この武器に対しては。だから多分でもガード主体に戦う武器っぽい、おケロヨンのかなーなんて思ってはいるんですが、いかんせんなんかね火力が出なくて、これはあちょ危ね、やっちゃうとこだった、いきなり。これショートカットを開通する感じだな。じゃあこっち行ってみましょうか。これはこれ死んだな、多分落下死ですね。落下死をよくするんですが、あれですよ、簡単に落下死なんかしませんからね、僕は。やっぱセルフ落下死、作られた落下死は落下死とは言わないんでね。やはり不意にやってしまう落下死が落下死の本命ですね。これがね落下心と呼ばれる私のこだわりでございますね。強そうだな。うわ、なんか来たぞ、ハゲが。あ、間違えた。ちょっと待って。俺ね、今ね、最近ね、違うゲームやってるんで、ちょっと回避の仕方が、こっちですね。これがな、よくわかんないんだよな。はい、はい。距離感があれですね。ちょっと待って。距離感があれですね。いまいちちょっとわかってないですね。どうしたらいいんだろう。はい。攻撃のつなぎがよくわかんないんですよね。どうしたら攻撃がつながっていくんでしょうか。こういうのを覚えたんですよ。ちょっと待って。あれ違うな。はい。はい。これこれこれ。こういうのを覚えたんですけど、まぁ、ちょっと、中段なのか、上段なのか、いまいちよくわかっておりません。なんかね、これ連続で出るんですよね。多分。はい、オッケー。崩しはいいですよね、やっぱね。やっぱりなんていうんですか、打撃武器だからこそだと思うんですけど、崩しはすごく、気力削りはあるんですが、いまいちちょっと分かってない部分が多いところで、所存であるわけであります。私はですね、仕込み戦魂とですね、この、新型の戦魂、何戦魂でしたっけ、仕込み魂を、使っていきたいわけであります。これいけるのかな。これダメだな、これ。多分ダメだな。ん？これどっちから行くんだろう。ちょっと待って、これどっからどうやって行くの？いきなり迷子だやつ。これ、こっちから行けるのかな？こっからね。こっから行けるっぽいぞ。ありやす。こっち臭いな。なんかいるぞ。あんなの見なかったぞ、さっき。なんだやろう。ハゲちゃんのワンショットキル。
今日の晩ご飯じゃない。ダメだな。あれ？あ、さっき気づかなかっただけか。え、これどうやって行くんだ？やばいぞ、俺。これいきなりなんか積んだか。牛若戦記、これで終わるかもしれないですね。え、これ落ちるでしょ？これどこ行けばいいの？本当にわかんないんだけど。え、俺がなんかあれなのかな？ヌーブなのかな、これ。でもさ、どう見てもこの船から行くと思うんですけども、どっから行くんでしょうか。こっち行って、これ多分落ちてるよね。歴史、やっぱ歴史が多いですね。あ、待って、これ。これか。なんだ。こいつらのせいで俺気づかなかったんだけど、マジで。こいつらのせいで気づかなかったわ。なんかほら、あのさ、チェックが出ちゃうじゃん。チェック出ちゃったね。お、戦魂取ったね。ちょっと、仕込み魂取りましたね。ちょっと仕込み魂の新しいものが、お、なんか、ちょっと違うの取ったね。あー、でもなんかちょっと微妙だな。紫は弱いですもんね、もうね。もう紫なんて使うべきじゃないですよね。新規じゃないですもんね。なんだ？なんだ、来たぞ。いてててて。はい！危ない。ちょっと待って。これまずいぞ。まずい。ちょっと待って、ちょっと待って。あー！よし。銃殺すれば間違いナッシング？まだね、なんかね、仕込み魂が本当に慣れないですね。なんか、ちょっと特殊ですよね。打ち方がね。難しいんですよ。打ち方じゃねえや。うん。打撃のね、当て方が難しくて、難しくて、ちょうだい。ちょっと待って、なんとか、ちょ、おかしいですね。ちょっと疲れてるんですよ、多分ね。どうした？ん？いまいち火力もね、伸びがないんですよね。まあ、慣れてる武器と慣れてない武器の違いですよね、これがね。まあ、これから慣れていかなきゃいけないわけなんですよ。うん、でも非常に見た目かっこいいですよね。なんかね、牛若丸と弁慶の弁慶が使ってそうなイメージというかね。なんかね、そんな気がしなくもないやつですね。お、こっちは？怖いな。なんか全然妖怪らしき妖怪が出てこないんだが。怖かないのか。ナンパ船？うわ。なんだあいつ？なんだあれ？新キャラ？やばい。強そう。危ない。ちょ、怖い。マジ怖い。あれ、でもなんか、これさ、あのお猿さんと同じ動き？似てない？なんだあれ。いっと、マジこれ。氷なのか。なるほどね。はい。オッケー、はい、はいよ。お猿さんと同じ動きですね。なんとかなった。危ねえ。ほう。え、なんかでも、あのお猿さんと同じ動きですね。新キャラかな、あれ。うん。ちょっとお猿さんの。おびっくりした、びっくりした。びっくりした。びっくりした。マジ、ホラゲーじゃん、今の。勘弁して。しかも、なんか来たし。ちょっと待って。いて。ちょっと待って。こねろ。こねろ。お前にはこれだ。火だ。お前は火で燃やしてる。とりゃー！オッケー。入ってる。いけるよ。ちょっと待って。こんなやつらに。痛えな、ほんと。腹立つなぁ、ほんとに。あぶね。じゃ、どこだけで乗るか、じゃあ。死んでちょうだい！オッケー。はぁ、あ。先が思いやられるぜ。自分で言うのはあんだけど。先が思いやられるなぁ。これも歴史か？これも歴史したっぽいなぁ。ちょっとわからんけど。今、死因を見なかったわ、ちゃんと。上ですね、これね。なんだ？このさ、この連続攻撃の後に、何を入れるべきなのかがわかんないですね。
同じ攻撃ばっかりやってもしょうがないから、もしかしてこれの後に、でもスタミナが持たないな、スタミナが少ないのかな、俺のスタミナがね、もしかしたらね、そんな気さえしますね。ちょっとこいつ戦うか、普通に。ほい、やりまん。こんな感じでつなげるのかな、違うかな、なんかちょっと違うっぽいな。ちょっと入ったけどね、いい感じでね。OK。うん、なんかやり方がちょっと多分違いますね。いまいちパッとしないですね、なんかね、やっててね。これショートカットですね、さっきのね。最初のところだった。よいしょ。OK。新規のかけら。なんだろう。これいかに。はい。これはやっぱみんなし、おお、みんなやっぱあれですね、仕込みコンを使ってますね。はい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 、まずい、2人来たぞ。これはめんどくさいぞ、これはめんどくさいぞ、非常に。マジか、入んなかった、うぜえ。これはめんどくさいぞ。ガード、ガードアタックですか。あぶね、よっ、よいしょ、どこいしょ、どからの、はい、OK、はい、一人倒した。なんだなんだこいつ、何をしょん何して、やっぱ冗談構えなのかな。冗談構えだと、でもスタミナの減りが、消耗が激しいですね、やはりね。あまりよろしくない気がしますね、これね。こいつは生きてる？生きてない。結構進んでますね。割と順調なんじゃないでしょうか。これ倒していくと。はい。順調、順調、やや順調。僕の二王通はやや順調。すごい適当に喋って、今日ちょっと疲れてて、今日暑くて、すごく。すごい暑かった日あると思うんですけど、最近ね。その日撮影してると思ってください。ね、すごく抽象的なこと言ってますけど、ね、毎日あっち行っちゃあっちよっていうね、話なのかもしれませんけども、その日に今撮っております。すごく暑いですね。こっちか。いるね。こいつもまあ、面倒だ。お前も振動系。OK？ で、上上がっていくと。ボスは仕込み込んで戦わない方が良さそうだが、だが、仕込みコンを使っていきたい所存でございます。お、あれ、これ NPC か、誰だこいつ、なあこいつは。おう、あんた、おめえ平家のもんじゃねえな。おう、平家のもんじゃねえな。敵だらけでここから動けねえ。なるほど、こいつを渡すからなんとかしてくれ。お、なんかくれたぞ。大弓の火矢、ほう、なにこれ、大弓の火矢、弓じゃなきゃできないってことなのかな。うわ、うわ、なんか強そう。そ、ソハヤだ、ソハヤじゃん、あれね、ソハヤですよね、完全にね。危ない危ない、おっと、連続入りたかった。おっと、ダメでしたね。2発入らないですね。どういうこと、どういうこと、どういうこと。あぶね、はい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 、これなんかね、スタミナがね、斬新みたいになるはずなんですけど、タイミングがちょっとよく分かってないですね。なんかね、ここから違うな、タイミングが違うんだな。なんか斬新みたいになるんですよ。早いのかな、はいはいはい、遅い、スタミナがちた。なんか斬新みたいになって連続をつながるっぽいんですよね。いやー、これ多分下手くそなんだろう、俺な。下手くそっすね。ダメですね。下手くそっすね。ちょっとここでスキルを見てみましょうか。スキルカスタ、あ、1いけますね。今覚えてるのは違うな。どれだ？これですね。で、今これになると。はいはい。さらに素早く。なんかね、光るんだよね。タイミングよく行うと、
なんかピカーンって光るんだけど、ぐるぐるぐるからのほらシュワーンって、どうやってやるんだこれ。これか、これ難しいな、難しいですねこれね、結構難しいですね。でこの武器で長押しするとなんかね、なんかリーチが伸びるっていう武器で、長押しってのがね、どうもね、なんか慣れてないんですよね、やっぱね。どの技が強いのこれ。ガード系多いですよね。ほう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 。あ、これが強いのかな？これ強そうですね。分離して戦う。違う違う、これじゃないな。違う、これじゃないですね。ちょっと武器カスタマイズしましょうか。ちょっとこれちょこちょこやっていきますからね、これね。ガード中？これか。これですね。これが追加入力ができると。あ、これ追加入力まで覚えたら強そうですね。ちょっとこれでいこうか。なんかこれ追加入力したらすごい連続技やってたんで、やっぱガードしながら戦うみたいな武器なんでしょうね。多分ね。間違ってる解釈してたら教えておいてください。なんかね、なんか相性があんま良くないんですよね。まあ慣れなんだと思うんですけど。なんだろうな。なに、気持ち悪いですよ。なにこれ。気持ち悪いんだけど。カニ？いて。あれなんか。いてカニ！あ、いて。なんかこれ見たことあるな。これ、違うか。ワンにいなかった。ワンにいた気がするが。気のせいでしょうか。カードされてるな。冗談がいいかな、こういう場合は。気持ち悪い、もう。ほっ。いやー、ガードされてるな、完全にな。おら。硬くね？なんかこれ攻撃の、あ、わかった。お腹か。なるほどな。なるほど、これひっくり返さなきゃいけないんだな、多分な。スタミナ削ってな。はい、なんか腹になんかあるもんね。なるほど、分かった。甲羅が硬いのね。腹っぱりが弱いと。いてててやべ、捕まっちゃう。わ、いてくそったれ。いてもうなんだこのカニ。はあ、来いよ。ふざけやがって。痛いな。おらおら、クソカニが。いや、こいつなんだマジで。気持ち悪い。まだいんの？倒した。まあ、甲が硬いと。どこ行くんだ？甲が硬いんですね、多分ね、全体的にね。甲が硬いから、腹ばいを攻撃すると。ファンにいなかったかな？なんか気のせいか。見たことあるだけですね、多分ね。失礼しました。多分見たことないですね。はい。これは？連続技をちょっと習得していかなきゃダメですね。少しずつね。で自分なりの、やっぱ、コンボを作らなきゃダメですね、多分ね。おそらくコンボあるでしょう。あれ、こいつあれか。あ、なんかちょっと違うな。水系になってるわ。おーおー、なんか蚊になってる。あれなんか怒っちゃった。これ順路か。なんかこの家の中に何かありますね。斬新忘れしますね、この武器。マジで。なんでだろう。なんか斬新忘れしちゃう。ダメですね。初心者に戻ったかごとく。うわー、出た、嫌いなやつ。出たよ、もう。俺が、ミオーツ一番嫌いなキャラ。本当に。ちょ、お前から来て。本当にお前から来て。ほら、来い。お前から来い。強いっちゃ強いよね。はい、強いっちゃ強い。ガッキーのこれ。あ、でもなんかこれさ、ガードして主体で戦えるから意外とこいつは
そんなに、あ、そんなにあれかもね。 OK。 OK。 はい、危ない。慣れない、動きがちょっともたもたしててごめんなさい。本当に慣れないですね。慣れないけど頑張って慣らしていかなきゃいけないですもんね。多分きっとみんな多分ちょっとずつ慣れてったはず。敵をつくとは平家の慌てよ、見ものやったわ。わ、こいつかよ。道理でそんなような声聞こえるの。なんか嫌な予感がするぞ。マジか、まずい、これはまずい。一回降りよう。一回降りて対マンで一人ずつ戦ってた方がいいな。来い、来るぞ来るぞ。オッケー、はいはいはいよ、はい、オッケー。ちょっとずつ慣れてきた。やっぱガード主体に攻撃していく感じがいいのかもしれない。お、びっくりした。でオッケー、はい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 、いれいれいれ、危ない、すごいすごいすごい、はい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 、オッケー、はい、いれいれいれ、クラッシュした。ちょっと待って、距離が、はい、はい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 、ちょっとずつちょっとずつ欲張ろうとしない。これは先行ではないから、先行の感覚で戦ってはダメ。はい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 、ゆっくり行くぞ。慣れるまでは仕方ないんだ、そんなものはな。みんな慣れるまで時間かかる。ちょっと待って、失敗、もう一回。 OK、 いける、はい、はい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 、しか言ってないね。はい、しか言ってないですね。はい、しか言ってないですね。おっしゃ、まあまあいいんじゃないですか。これ上いけるね。上は一体なんだ。お、なんか取ったぞ。真偽のかけらっていうのは真偽を強くするみたいなやつなんですかね。お、アイテムありますね。なにこれ、なんか船の上なのに畳みたいになってるけど、こんな構造なんだ。水に濡れたらダメそうですね。臭くなりそう。あれ、タマコロニャンコいつの間にかいなくなったな。タマコロニャンコって呼んでます。すねこすりのことをね。ん、なんかあっちにアイテムあったな。まあいいか。さあ、こっちが順路ですね。あのカニ出てきたらめんどくさい。カニいるじゃん。マジで。普通にいるじゃん、カニ。火に弱そうだろ、こいつらが。普通に。死んで。オッケー。よし、来たぞ。これ、ちっちゃくね？あれ？ちっちゃいぞ。あれ？なんか弱い系？弱い子だ。ちっちゃいやつもいるんだ。知らなかった。オッケー。じゃあ、でかいやつは一応ちょっと中ボスっていうか、そういう系のボスだったってことね。お、なんか出てきそうだな、これ。出てきたな。お前か。はい。雷いったね。いいね。はい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 。いいんじゃない？結構使えてるんじゃないか。まあまあ。危ね。使えてるんじゃないか。まあまあ。はい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 。あ、スタミナが。くそ。技がまだ中途半端だな、本当に。ミスった、出ない。やばい。雷溶けたか？溶けてないな。早いな、動き。意外と。おお、すげえ、何その動き。かっこいいね。仕込みコン的な感じ？こいつもね。そうだね。やべ。ほっ！おさかべ姫！オッケー。おさかべの反撃。
まあまあ使いこなせてるんじゃないでしょうか。気のせいだと思いますけど。はい、じゃあね、ちょうどいい縁も竹縄。あ、なんか源氏物語みたいになってるよ。ほら、ケロヨンも。わかる？みんな。源氏物語みたいになってますね。かわいい。見て。え、できるはず。あれ？違う。源氏物語的になってない？ほら、超かわいくね。見えねえ。かわいい。かわいいっすね、これ。これ取っとこう。かわいいね。どうやって消すんだっけ？ UE を、あ、非表示。いいっすね。これ取っとこう。はい。はい。ということでね、今回はここで終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございます。まあね、賛否両論あると思いますけど、まあとりあえずね、この仕込みコンは使っていきたいと思います。でね、もしなんかそのなりに、これに対してのアドバイス、連続攻撃、主に連続攻撃ですかね。連続攻撃っていうか武器カスタマイズ。うん。武器カスタムですね。うん。カスタム、まあ、連続技でおすすめがあったらぜひ教えてください。それでは、2を2でした。皆さん、ありがとうございます。それでは、次回もまたぜひよろしくお願いします。やっていきます。お疲れ様でした。またね。ふかちゃん、どうする？これ、連続技がうまくいかないな。これはまだいいとして、問題こっちだよな。これがなんかタイミングが本当によくわかんない。どのタイミングなんだ？早すぎんだよ、多分。早いんだよ、これね。